あ、あ、久保さん。今回ね、安い商品飛びつく人と、安い商品には裏があると思う人。ごめんしましょうか。なんかね、ちょっと買い物の話になるんですけど、安いとね、なんか昔はね、なんか安いから飛びついてた部分あるんだけど、待てよと。この足跡を踏むか踏まないかっていうね、一歩ね、 あの止,、ま、止め止められるようになったっていうこれがね結構僕はね成長だなと思うんですよバーゲンセールわーみたいなね,ね年末商戦もいっぱい各社あるしお正月セールもいっぱいあるだろうしなんかまあ安売りするじゃないですかあこれ安いぞーっつってねみんな飛びつくわけなんだけども昔僕もそうだったけども待てよとまあその一回ふと こうなんだな、泊まれるようになったっていうのが僕、成長だなと思いますね。うん。まあ、久保さんが言う通り、あの、安いっていうことは、うーん、なんだろうな、そこにかける原価が安いってことじゃないですか、そもそも。ね。まあ、全部がね、その、なんだ、えー、っと、原価が高いものを使って高いものなのかっていうと、あのパチモンもあるのでね、それは見極めが必要なんだけども、まあ、例えば、 あのよくブランドの偽物とかねで僕今度はあのソニーのヘッドホンこの PayPay ペペで買ったんですよでなんかいろいろレビューとか見たんですけどなんかパチモンがあるらしいんですよ <laughs> で僕 PayPayPay ペペペペの小島モール小島電機から買ったんですよさすがに小島電機でパチモン送ってくることはねえだろうと思って <laughs> 小島電機から買ったんですよねしかも PayPay ペペモールだとまあ、還元率高いんで まあそれもレビューしよううと思うんですけど <laughs> パチモンがあるらしいんですよ。しかも巧妙に作られてるっていうね、ソニーの。そうこのソニーのその業務用のあのヘッドホン買ったんですよ。そうあのアンプも買ったんで。そう <laughs> そうだからまあ、あのー、多分まあ、そのレビュー、しかもその、 なんかレビューしてる動画見て、そのパチモンだったみたいなね。しかも結構音楽やってる人で、どっから買ったのか。ただ、a z o n とかは、販売元が結構、その転売やってる人がいるんで、あの販売元いっぱいあるんですよ。だから、Amazon から、まあ、その、正規販売店が Amazon に登録して、えー、送ってるところもあるんだけども、個人でね、あの、やってるところも結構あって、よく見,見極めを使えないと分かんないんですよね。 うん、あよく結構ね、Amazon 結構注意しないといけないですね。<laughs> そうだからまあ、あのー、なんだろうな。一回足跡をつけることも大事なんだけど、足跡をつけるかどうかっていうのをとどまるっていうことも僕は大事かなと思いますね。うん、安いものには裏があるんじゃないかなっていう、うん。逆に言うと、高いものにも裏があるんじゃないかなっていう。だから両,両方ですね。 うん、高いけど、これ裏があるんじゃないかなと。でも、あのー、確率論で言うならばうん、確率論ですよ。確率、まあ、いその、市場の、世界の市場の製品の確率論で言うならば、<laughs> 高くて、外れを引く確率は低いと思います。うん。これはね。確率で言うならばね。うん。そう。 だから僕もそのまあドリームアカデミア年末売りますけども多分ね外れではないと思うんですよ外れでは <laughs> 120万にしてますけど自分で言うのもなんですけどね外れではないと思いますでも外れかどうかはこれに関してはやらなかったら外れになりますから即価、うん、塾に関しても安いけどもあの頭金3万で入れるけれどもね あのやらなかったらハズレですから。<laughs> からこれはね、まあ、やるかやらないかですね、活用するかしないかっていう。だ今度ね、また対談取ろうと思うんですけども、その、なんだ、そのマレーシアに住んでるコンサル生がいてるんですけど、まあ、その方はもう僕のコンサルめちゃめちゃ利用してるんですよ。なんで、もう、コンサルの価値をすげえ感じてくれてるんですよ。だから、まあ、めちゃめちゃいいって言ってくれてるんですよ。っていうか、やばいっていう。 で、それはもう活用しまくってるからですよ。でも、そっか塾を活用してない人は、そっか塾入っても全然なんか人生変わんなかったですみたいなね。<laughs> 稼げないですみたいなね。話かもしれないですけど、ね、あの、そっか塾を活用して、久保さんをね、そっか塾を活用するということは、久保さんとのつながりを活用することだし、えー、なんだ。まあ、このやりとりもね、やろうと思えばできるわけじゃないですか。ね。僕、そっか塾の塾生さんじゃないですよ。 <laughs> <laughs> じゃあ、そっか塾の塾生さんがね、このやり取りしたいですっつってやったら、久保さん、多分あの、いや、吉谷さんの方が優先ですってならないですよね。多分そっか塾の塾生さんの方が優先になると思うんですよ。じゃあ、番宣できるじゃないですか。うん。最近、あの、ね、最近っていうか、今年からかな久保さんが僕の動画をねあの、自分のチャンネルにアップし始めましたけど ね、そう番宣できるじゃないですか僕もちょいちょい番戦してますからねドリアカ年末やりますよみたいなね <laughs> そうまあ久保さんの動画も僕の,あのチャンネルにアップしてますけどだまあ活用次第ですよねそんなの。 うん、だから、億万長者合宿でも、その、なんや、あのー、ライブでね、自分の商品番宣できるよって言ったけども、誰も商品持っとかなかったっていうね。<laughs> 活用しきれてないっていう。うん、まあ、ドリア化あと20年ありますからね。20年活用したら元取れるでしょ、どう考えても。<laughs> どう考えても元取れますね。うん、で、あとは、なんだ その来年か、来年、もう一人のコンサル生の商品売る予定なんですけども、まあ、その方は、まあ、今、顧客リストないんですよ。で、YouTube の今、あの顔出しせずに YouTube やってるんですけども、あの先月あ、今月か、今月報告もらったんですけど、広告収入20万突破したんですよ。で、今年の6月ぐらいから顔出しせず、そのプレゼン資料でこうやっていくやつで、あの最初が6、 6万だったかな6000円だったかななんかまあね報告もらってんのがうんあた <laughs> ぐらいに報告もらったんですけど えっと、あ、すいません6月から始めて06月は収益化できてなくて0円ですねで7月から収益化できて、えー、1万7千円8月が6万4千円9月が11万、えー、10月が10万8千円で11月が22万とこれ11月25時点ですねでまああの12月頑張ってくださいみたいなで12月もまあ結構アクティあのー 視聴率伸びるからっ、つって。で、まあ来年、あの、この人は顧客リストはまだ持ってないんで、あの、ジョイントしてくれませんかみたいなちょっとオファーもらったんですよ。で、エビデンスできたらいいですよっ、つって。だからまあエビデンス作りにフォーカスしてくださいっていうことで。まあ多分まあ12月もまあ普通にやれば上がると思うんで。だから来年、まあそのジョイントして僕が販売していくわけですよね。そしたら売り上げ入るじゃないですか。 顧客リスト持ってなくてもね僕は売ってねあの売上入るじゃないですか <laughs> そうまあ実際にまあ収益も収益化できてるしうんすごくないですか久保さん久保さんのチャンネルでもね今の久保哲郎チャンネルでもまあその仮想通貨がバズってた時は20万超えた時期もあるかもわかんないですけどど,どうですかね まあなんか僕がきうろ覚えですけど10万ぐらいって言ってたんでうんそうまあ久保さんは別に広告で飯食ってるわけじゃないですからあれなんですけどうんまあねえ顔出しせずねあの20万ぐらいあったらいいですよねうんまあそれをちょっと来年あのエビデンスまあまあできてるんで、まあ、売ろうかなと思ってますけど うん、オファーもらわ出ましたからうんはいまあそんな感じですねいってらっしゃい